性格に関するデータと音声記録の整理終了。すぐに閲覧するか、部外者。データベース呼び出し要求。ナンバー13175。暗号化レベル最高。データ呼び出し完了。再生開始。目の前にあるのが長年の研究成果でございます、守護者様。証拠から見て、いわゆる性格が全ての災いの根源だと確定しています。このような結果を国民が受け入れることは難しい、博士。偉大なるアリサランドこそがこれを起動させ、この世界を寒波で覆った張本人だと知られたら。真実は、守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様の目の前にある研究報告は、ベロブルグの最も優れた学者たちの努力の結晶であり、その権威を信じなければなりません。博士、私はあなたを疑ったことはない。むしろあなたたちが得た結果を深く信じている。この地位に着いた瞬間から、あの声、彼らの声が脳裏にこびりついて離れないのだ。あなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう、博士。これらの研究を人々に公開することは私には不可能だ。もしくは何です？おっしゃってください。もしくは、あなたたちが性格を完全に破壊する方法を見つけない限りは無理だ。わかりました。孫悟の名のもとに必ず使命を全うします。13175、再生完了。続いてデータナンバー24830。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなたが心血を注いだものなのに。君はまだ若い。いつか分かる日がきっと来る。大守護者様、彼女は私たちよりずっと深く考えておられる。全ての選択はベロブルグの安寧のためだ。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇に葬られることになったのですよ。残念に思う必要はない。君にはまだ時間がある。いつか君が性格を破壊する方法を見つけたら、私たちの努力は無駄にならない。24830、再生完了。続いてデータナンバー57614。なぜ、どうしてここにロボットがいるのだ？これはミアシャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。プロト機が対戦時から今まで残っていたのでしょう。博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。ほう、
なるほど。捜索を始めろ。必ず博士の研究成果を全て見つけるんだ。見つけました。集合者様、全ての文献がここにあります。うん、いいだろう。切り上げるとしよう。集合者様、このロボットをどうなさるおつもりですか？ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして仮想部に置いてこい。開拓団が自衛機能を持つロボットを必要としているらしい。はい、承知しました。ごめんなさい、博士。でもこの成果は検証者の管理下になければならない。いつの日か必ず誰かがあなたの意思を継いでくれる。5、7、6、1、4、再生完了。データ開示終了。これで明らかになったんだよね。それから今の状況を見るに、彼らが成功することはなかった。今残る疑問は一つだけだな。なぜカカリアは急に考えを変えたのか。ブローニャ、大丈夫？大丈夫。ただ少しクラクラするだけ。お母様、どうして？いや、きっと知らなかったのかも。だって自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。選択する時が来たの。こっちで話できるかしら。この情報を消化するのに時間が必要なのはわかるけど、それでも次の計画を早く決めなければならないわ。いい感じ。